こんにちは。今日は2020年の5月29日、まだカフェとかレストランは閉まっているので今日も家飲みです。今日のビールはこれです。ウップと読むんですけれども、フランス語なので H を読まないからウップって読むんですけど、 H を読むとしたらウペっていうことになると思うんですけれども、ウップというビール、これはナミュールの醸造所なので、一応フランス語ということになってます。アルコール度 7.5 度。これね、瓶に印刷されているので、この瓶はこれはここのビールでしか使えない瓶になってるんですよね。王冠はどうか、はい、一応ビールの名前がついてます。ではちょっとお隣の声がうるさいですけど、今日は金曜日だしね、天気がいいからお隣もちょっと盛り上がってる感じですよね。では、一応このビールの醸造所のサイトによると、まず飲む前に色を見ろと。しかもね、これは室内じゃなくて外で太陽に晒してその色を見ろと。それから泡立ちもいいですよね。それからね、音を聞けと。泡の音が入るといいですけどね。それから飲む前にその香りを楽しめと。柑橘系のあの香りがしますね。味わい、ホップの味と柑橘系のあの風味と、アルコール度が 7.5 度の割にはすごく軽く感じます。